出来だと思います、はい、コロナの影響でやっぱり海外からのお客さんとかあんまり来てないみたいなので、音吹の小豆は結構お土産に使われてることが小豆は、使われているので、その影響はちょっと心配しています、はい。